今日ね、7月20日って、はい。T シャツの日らしいんですよ。あ、そうなんですか。なんかまあ、夏 T シャツ似合うっていうのもそうですし、はい。アルファベットで T っていうのが20番目なんで。おー、結構無理やり感が、ね。そうなんですね。大体そういうパターン多いんですけど、例えば、中村さん自分のクローゼットを今想像していただいて、はい。お気に入りの T シャツってどんな感じですか？お気に入りの T シャツ。今日無地っすけどね。そうなんです。無地ばっかりです。あ、基本的に？はい。自分でイラストとか描くのにあんまりこだわりないですか？あ、自分のために描くってあんまないですね、T シャツには。なんか、気づけば無地ばかりなんで、ええ、逆に、なんかこう、柄の入ったのとか、ええ、ちょっと鮮やかなものとかを、うん、意識して買うようにはしてますね。あ、そうなんですね。はい、じゃあ、お気に入りの一枚読みは想像しても無地ですか？全部無地ですね。もう全部色違いですね。まとめて買うとか？いや、まとめては買ってないですね。ただなんかもう、自然と、そうなっちゃいますね、なんか。はぁ、何色にします？いや、もう色、いろいろあるんですよね。もう色で遊ぶしかないんで、なんか洋服って、難しいじゃないですか。年齢によって、もうこういうの着ちゃいけないよね、とか、そうですか。僕40歳で本当に極彩色ばっかりですけど、はい、いや、いいと思います。いいですか。はい、本当は自分の好きな服をこう着るべきじゃないですか。はい。でもなんかどっかで他人の目が気になるんでしょうね。ちょっとキャラクターものもやめた方がいいかなとか、あ、っていうのをどんどん考えていったら無地になりました。プライベートもなかなかじゃあ心を開放できてないですね。服、そうなんですよね。クローゼットもほぼ黒だし無地だし、どうにかやっぱその、ええ、自分の本当に着たい服を買いたいですよね。だから何でも OK って言ったら、じゃあ買いたいちょっと柄とかあるんですか？実はまあある程度そうっすね、柄とか色とかは多分あるんでしょうけど、ええ、もうそういうのを選ぶ気すらもう奪われてますね。ダメだと思いますね。じゃあまあその無地を着てお休みあげます、はい、まあお忙しいと思いますけど、えどこ行きましょう？無地を着て、はい、お休みどこに行くか。夏休み。バーベキューとか、はい、花火大会とか。あ、すごい基本的なことですね。はい、いや、意外と、なんかこう、理由つけて、行ってないんですよ。誘う、ありがたいことに何回か誘ってもらえるんですよ。ほう、バーベキューとか、ええ。例えばこの間のワールドカップだったら、サッカー観戦とか、うん。いいじゃないですか。でも、ええ、なんか、ちょっと、と明日仕事早いからちょっとやめとこうかなとか、ええ、でも子供のわんぱくさが欠けてきたんですよね。そこもやっぱ負荷がかかってますね。かかってんですよ自分に、はい、でもそれって本当の幸せじゃないじゃないですか。すごい深い話だった。軽い質問のつもりだったんですけど、おかしいな。やっぱ一夏に一個か二個は思い出作りたいじゃないですか。そうですよ。だからそのいわゆる分かりやすいバーベキューとか花火大会っていうのは行きたいんですよね、ええ、でも行ってない、あんまり行ってないですね。解放した方がいいかもしれないですね。そう、自分を解放した方がいいですね。ストッパブルした方がいいですね、これね。ストッパブル、そうですね。アンしちゃダメですね。この時間、ゲストはこの方です。はい。カトゥーンの中丸雄一です。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。番組初登場、お越しいただきました。こうやったカトゥーンとして、はい。大阪キャンペーンっていうの結構されるんですか？アルバムリリースのタイミングでは、うん。あります、うん。で、それはもう、中丸さん一人？その時によりますね。ええ。なんかこう今回もこの地域は亀梨くんとかこの地域は上田くんとかそうバラバラに行かせてもらってるんですけど、まあ、その時のなんかこうスケジュールだったりとかっていうタイミングで、うん、今回は僕は名古屋と大阪を来させていただいています。ライブ以外で関西はどんな印象なんですか？いや本当に、まあ、前から思ってるんですけど、はい、まあ、よく言われてることだとは思うんですけど、もうお笑いの文化が根付いてるじゃないですか、うん、本当によく思いますね。この間、最後に来たのが半年前の一人舞台をやったんですよ。はい。で、なんかこう、ちょっと面白いことをやる舞台だったんですよ。うん、で、東京1ヶ月ぐらいやって、自信を持って大阪来たら、はい、やっぱなんか違うんですよ。手応え？なんか、つかめないというか、はい、なんかこう、うまくいったな、全力でそう思えなかったというか、うん、で、一つ全然違うなと思ったのは、例えば僕がステージ上からお客さんに対して何かをやるとか、ちょっと降りてお客さんに何かリアクションをちょっと求めるとかっていう演出があるんですよ、うん、はい、東京の方はほぼ 100% 受け身なんですよ。僕が何かをやったら大体想定内の反応してくれるんですよ、うん、大阪は全く違いますね。7割ぐらいの方はなんかこうもう何かやってくる、
お客さんっていう感覚というか、参加してくれるというか。足してくる。足してくる。え、何それっていう、こっちがその、想定ないものをやってくるんで、やっぱレベルが高いんだと思いますね。鍛えられますね。鍛えられましたね。大阪でうまくできないと、やっぱダメなんでしょうね。東京でうまくいったって思っても。いやいや、アイドルですから大丈夫ですよ。大丈夫ですかね。大丈夫ですよ。って、この間思いました。いろんな反省を経て、はい、やっぱ多分受け答えすることで楽しんでるっていう表現をしたいっていう多分意思表示だと思うんですよ、うん、あ、なるほど、盛り上がってるよってことを伝えたくて、はい、ついついちょっと一言二言言っちゃうとか、あ、なんか例えば分からないですけど、例えば街中で急にこう侍のポーズジェスチャーで刀をエアッって、うん、あ、それ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 、やられた、関西の人ってそれ やってくれるんですよね。 120% じゃないですか。 120% やるんですか。そんな感じでした。本当に、もうバーン、うわーってやらないですもん東京。やってくれたじゃん。今やりましたけど。実感しますね。ライブですからね。そうですね。本当舞台は本当よく思いましたね。ライブとかだとまだお客さんが多くてステージからちょっと離れてるんで、うん、直接のコミュニケーションってなかなか取りづらいところあるんですけど、舞台だともう目の前にいらっしゃったりするから、はい、多分関西人はお客さん一人一人がキャストなんですよ、うん、ああ、うまい。ありがとうございます。噛み締めないで。噛み締めないで。そういうところですよね、やっぱり、ね。いや、どういうこと？東京のなんかちょっと足りないところといいますか。やめて！分析しないで！今週ニューアルバム、キャストが出ました。ありがとうございます。満を持して。はい。まあ、ファンの皆さんに対する、やっぱ3人の思いっていうか、まあ、そのキャストって、それこそ僕思ったのは、ファンのことも、はい、メンバーなんだよっていうふうな気持ちがあるのかなとか。ありがとうございます。曲のボリューム、その18曲通常版まで入れると、はい、入ってるその数も、うん、今まで待たせてありがとうねっていう気持ちのボリュームを感じたし、そうですね、ラスト愛のおかげっていうのも結局はファンの愛のおかげとか、はい、うんうん、ありがとうございます。そんなところまで全部そこにこう集約してるんだなってことをアルバム聴きながら思いましたけど、あ、もうそこまで伝わってくれるのであればもう嬉しい限りですね。ねえ、18曲っていうのもやっぱ多くて、うん、それはやっぱそれぞれ3人がどうしてもやっぱ4年待たせたもんだから、こうやっぱりこうどうにか喜んでもらいたいという気持ちで増えていきましたね。うーん、いろんなタイプがあるんですけど、僕今日現在はファイアストームですね、はい、かっこいいの。わー、ありがとうございます。そんなちゃんと聞いてくれたんですね。いや、聞くでしょ。あ、ありがとうございます。迎えてんの日本人の。薄く聞けないでしょ。ただそのサウンドとかやっぱなんていうんですか、クラブ調でも、うん、カトゥーンが歌えばちゃんとそのカトゥーンらしい曲になるし、うん、わあ、また嬉しいこと言ってくれますね。そのトラックとやっぱ歌詞のね、はい、関係性もあるんでしょうけど、そうです。メンバー間でよく話すのは、今回のアルバムは、そのアルバムライブで使いたい曲とかを、うん、元にチョイスした曲なんですよ、はいはい、で振り幅は結構あると思うんですよ、うん、でもちろんその中では流行りの曲とかもあるわけなんですけど、その流行りの曲を普通にやってしまっていいものなのかと、あ、まあ意見が出て、ジャッジが難しいですね、はい、ええ、単純にその曲調に乗るんではなくて、どうにかこうカトゥーンらしさに落とし込めないかっていうので、こういろいろまあライブだと演出方法なんかでもちょっといろいろ工夫はしていますね。やっぱこう間口を広げて分かりやすく聞いてもらうのはもちろんだけど、うん、細かく聞くと実は音楽通もニヤッとするような部分が入ってるみたいな、うん、あ、そうですね、そうですね。どうにかやっぱりこうカトゥーンっぽいねって ならないと意味がないと思うんで、うん、そこは気をつけていますね。中村さん思うカトゥーンらしさはどこら辺なんですか。そうだな、例えば、まあ、亀梨君はよく言うのは、うん、やっぱさっき言ってた意見は結構亀梨君中心で、なんかこう流行りもいいんだけれども、その例えばカトゥーンはもともとロックっぽいイメージがあったりとか、そういうのは忘れてはいけないよねっていうことだったり、うん、まあ、上田くんは結構感情優先なんで、はい、なんかこう、まあ、そのファイヤーなんでしょう、ファイヤーストーム、嘘でしょ、はい、ごめんなさい、タイトルあれなんですけど、ね、はい、ファイヤーストームとか、そういうのはまあ似合うと思うし、僕で言うならばそのビートボックスは、うん、まあ、デビューの前からやってるんですけど、うん、そういうのも、まあこう要所で入れたいと思ってるし、はい、まあ、そういうのをうまくこうミックスすればおのずとカトゥーンっぽくなるんじゃないかと思って作ってますね、うん、まあ、その仕上がってみてでファンの皆さん届いてどういう心境なんですか、その4年間っていうのは。いや、まあ、嬉しいですね。準備の期間は結構大変だったんですけど、うん、まあ、いろいろ3人で、まあ、コンセプトから話して、まあ、スタッフさんも含めてああでもない話してようやくできたものなんで、まあ、あとはもう皆さんに聞いてもらうだけと思ってますね。
アルバムの中には中村さんのソロ曲も入っておりますが、はい、あります。タイトルが、マリオネーションです、はい、危なかったですよね一回一回タイトルをこう、ね、トル思い出させていただいて、はい、そうです、これあの歌詞も結構関わってらっしゃるんですよね、はい、作詞しました、ただあの作詞はすることは結構あるんですけど、したい作詞したいんだけれども自分の頭の中をこう覗かれるのはちょっと嫌で恥ずかしいんで、だからこのどこのパートが誰が書いたか分からなくしたいんで、僕ともう一人のプロの作詞家さんと二人で今回ちょっと書いてみました。それによってあの男女のちょっとせめぎ合いというか、はい、セキュラな部分も書きやすいんですね、はい、あ、そうですね、なんかこう、やっぱ一人だとやっぱどうしてもこっぱずかしくなったりするんで、だからはい、まあでももう一人立てて、で今回はそのなんだろう、ちょっと生々しい恋愛っていうのを書きたくて、ちょっとトライしてみました。ズバリ聞きますけど、どうしたタイプなんですか。あ、タイプですか、はい、タイプ、いや、そのあの生々しい歌詞を見ながらどうしたタイプなんだろうなと思って。ああ、もうこれでもフィクションなんで、ええ、もうやっぱタイプはもう嘘つかない疲れたのいや、なんか素直な優しさのある女性、はい、ですけれども、ちょっと今回の曲の中ではなんか男を翻弄するような、はい、世の中には多分そういうあんま人には言えないような恋愛ってたくさんあると思うんですけどなんかそういうなんかやつかけたら面白いかなと思って、はい、操り人形感ですもんね。そうですね、男がなんかこう操られてる、手のこう上でね転がされてるような感じのものをちょっとイメージで描きましたね、うんうん、まあ、そういったこのアルバムの数々がいよいよツアーで披露されていくんですけど、リハーサルってもう始まってるんですか。始まってます。もう佳境で、あと多分、あ、そうか、時間的にももう 1,2 週間なんで、ええ、内容的にはまあ 70% ぐらいはできています、ですね。ツアーに向けての準備ってのもまあ久しぶりで、ワクワクする部分とかドキドキする部分あると思いますけど、そうですね、あの、いや、今のところ順調っちゃ順調で、で一番、まあ、毎回そうなんですけど、この残りの 1,2 週間が結構重要になってくるんですよね。まさに今から、今から、はい、こうちょっとずつ土台固めって結構時間かかるんですけど、土台ができた後の演出方法だったりアイデアがこの1週間2週間でいかに出るかが多分重要になってくると思うんで、急に思いついたらそれじゃあやってみようぜみたいになるんですか。あ、なったりしますね、ええ、アイデア出してでみんなで話して、まあだこうだする時間が結構また増えると思うんですけど、ですね、やっぱ、まあ、こっからまたこっからちょっと、はい、頑張って作りたいと思ってるんですけど。大阪は10月20日土曜日1時からと夕方6時から、うん、そして10月21日日曜日夕方4時からいずれも大阪城ホールに3人が立ちます。ありがとうございます。まあ、あの、僕カウントダウンでお正月迎えること多いんですけど、はい、ジャニーズのね、あ、はい、あ、ご自宅で、はい、映像見てて、 あ、そこでこう発表して、でこの7ヶ月ぐらい来て、はい、早かったですか、長かったですか。あ、もう早かったですね。途中4月に1回東京でライブやってるんですけど、はいはい、まあ、そういう準備やら何やらとか、あとイベントなんかもあったりして、うん、あの、あっという間ではありましたね。で、まあ、ほらグッズ作ったり、中村さんいろいろこうね、はい、ライブ以外こといっぱいやるわけでしょ、アイデアとして。そうですね、ライブグッズもプロデュースしたりすることも、はい、ありますね。ですよね、はい、あの、面白紹介みたいになってますもんね。ああ、ありがとうございます。よくご存知ですね。大好物なんです、そういう話。ありがとうございます。はい、入浴剤良かったですもんね。ああ、そんなところまでありがとうございます、なんか遊び心いつも欲しくなっちゃって、結構あの亀梨くんは王道でこうメインどころをちゃんと考えてくれる人だったり、上田くんもまあいろいろこうぽい演出を考えてくれるんですけど、僕はどちらかっていうとそのちょっとまあ休憩時間といいますか、ちょっとこう抜けるような時間をまあ演出することが多くて、前回はあの充電期間明けだったんで、あの、あ、充電期間入る前か、はい、のライブではあの充電器を発売したりとか、はい、なんかそういうちょっと面白くしたいというか、いや、この関西でこんな自信持って言えることじゃないんですけど大丈夫です、大きい声で言います、大丈夫そういうのを、はい、まあ、今回もやりました。もういろんな人にやっぱホスピタリティですよね、楽しんでもらいたいってい う、 そうですね、楽しんでもらいたいし、なんかこうライブでこうそういう箇所が一個あるとかっこいい部分も立つんじゃないかという気持ちでやってますね。ツンデレだったり、まあ、緊張と緩和だったりっていう、こう対比ってよく言われますけど、まさにそんな感じですね。ああ、もうそうですね、緊張と緩和大事ですね。うん、小さい頃からそういう風にちょっとちょけたい、まあ、関西風に言いましたけど、面白いこと言いたいなっていう子供だったんですか。ああ、でも見るの好きでしたね。お、あの、なんだ、ドリフとか、あと志村けんさんのあのバカ殿様とか、ああいう、あとたけしさんのあの城の、何でしたっけ、風竹城とか、はいはい、
なんかああいうのをもうずっと見てたもんですから、うん、ちょっとその辺の影響がもしかしたらあるかもしれないですけど、今日は終業式で通知表をもらってるみたいな学生さんも多分多いと思うんですけど、あ、もうそのタイミング、そのタイミングですよ。例えば小学校の時、はい、先生なんて書かれてました？落ち着きがないって言ってました。一言で言うと落ち着きがないって よく言われてました。本当にそれ自意識もあるんですね。え、全くなかったです。え、何がって思ってました、ね、どこがどこが、僕普通だと思ってたんで、まあ、子供の時はよく言われてましたね。あ、今は落ち着きましたけど、まあ、子供の時はそんな、はい、ワンパク小僧ではありましたね。今落ち着いてらっしゃいます？まあ、子供の頃に比べればだいぶ、はい、と思いますね。いや、でもいろんなところにこうチャレンジね、それこそ、はい、ソロの活動っていうか、はい、週一とかも僕見させてもらってますし、体験系もめっちゃすごいじゃないですか。あ、ロケ行かせてもらってますね。ねえ、はい、実はこの番組、あのジャニーズ WEST のコーナーがあるんですけど、ええ、あ、本当ですか、ええ、あ、ちょっと僕とチェンジしてもらっていいですか？それは上でやってもらっていいですか？僕らがかかるややこしいんで。そうですね。で、あの週一でちょうど小滝くんが、はい、あ、小滝、はい、あ、この間、あ、結構前か、室内型の、ええ、あのスノボーとか、そう、あのハンドル型のスノボー体験みたいな、はい、やりましたね、対決やってるやつやりましたね。あれがもう相当面白かったですけどね。いや、面白いです。はい、あと小滝はあの運動神経がいいですね。ずっとそれ言ってた。そう、サッカーやっぱやってて、まだやめて多分そんなに時間経ってないからか、かなり体動ける、まあ、青年でしたね。俺が動けないんじゃなくて小滝が動きすぎるみたいなこと言ってましたもんね。いや、小滝が動きすぎる。いろんな後輩も増えてきて、やっぱ先輩としての佇まい見せないといけないってことがしょっちゅうあるんですか、そういうジャニーズね。ああ、いや、まあそうですね、まあこれだけ人数いると先輩も後輩ももちろん増えてはきますけど、うん、あんまり僕は意識はあんましない、したことないですね。なんか苦手というか、どういうふうにこうやったらいいのかがいまだにちょっとわからないですね。でもほら、運動会やって監督しないといけないとか、ええ、だいぶ責任がどんどん出てるじゃないですか。あ、なんかそのこれをやれって言われたら、はい、なんとかできると思うんですけど。なんとかできる、ええ、このフリーといいますか、完全にプライベートの空間とかだと後輩にどう話していいのかとか、ちょっと未だにわかんないですよね。だんだん増えてきてますけど、後輩はアドバイス求めてきたりしません？いや、なんか、どうですか兄さんみたいな、聞かれた分には答えられるんですよ、はい、でもなんか本当に優しい先輩とかいい先輩って、まあ、僕もあの先輩見ると思うのが、うん、なんかこう気を使ってくれたり聞いてくれたりとか、オンエア見てくれたりとか、はい、そういうのってすごくいい先輩だなと思うんですけど、いざ自分ってなるとなかなかできないですよね、やっぱね。それ T シャツの話とか夏の話と一緒っす。なんか、あ、無地一個負荷かかってますね、タレントとして無地。いやいや、そんなことない。何色にも染まることができる。あ、まあ、いい意味僕必死にフォローしてますけど、すいません、ごめんなさい、苦しくった、苦しかった。そうなんですよね、いろいろやっぱ気を使われるんすね。うん、なんかこうあんまりズキズキ入ってもちょっと入りすぎかなってなるのもめんどくさいし、そう考えるともうじゃああんまりタッチしない方がいいかなってなりますよね。自分からじゃあ後輩を誘ってご飯とかあんま行きづらい、向こうから言われたら行くけど、はい、あんま行かないですね。行かない、はい。もしかしたら忙しいのに気使ってじゃあ行きますって言ってるかもしれないとか思っちゃう、うん、思いますね。なんかねえ、先輩だから一応断れないからなんて一瞬でも思われたらなんか悲しいじゃないですか。思ってないですって。いや、なんか昨今世の中的にもそうなってるって聞きますよ。なんか昔だったら、ええ、コミュニケーションとして例えば先輩がちょっと怒ったら、仕事で怒ったらじゃあ夜はプライベートでちょっとザックバラに話そうよとか、うんうん、でも今はもうそんなんじゃないって聞きますもんね。それが何腹になるっていうぐらいですからね。何だってハラスメントそうですか。聞くじゃないですか、ね、ええ、だからもうじっとするのが一番いいのかなっていう思考になっちゃいますね。最後暗くなっちゃったな。めちゃくちゃかっこいいアルバムなんだけどな。おかしいな。まあそれぐらいいろんなことに気配りできる中村さんだったり、メンバーでファンの皆さんをおもてなしするようなツアーが、ね、いよいよ始まるというふうに無理やりまとめさせていただいて、もう本当お上手でよろしいでしょうか。感謝です。いや本当ね、ニューアルバム聴いてほしい、はい。まあ、あの先行のアンストッパブルとか、はい、皆さんそれぞれあのホーンが入っているこの1曲目のね、ダーティーセクシーナイトも、うん、わ、ありがとうございます。でっかいところにこう似合いそうな、ありがとうございます、ホールアリーナツアーに、はい、感じですもんね。そうですね、うん、まあ、17、8曲あるんですけど、なんかこう丸々聴くと、うん、こうちょっとライブツアーに参加したような感覚になるように多分曲順なんかも考えられていると思うんで、そういう風にも楽しんでもらえると思います。じゃあこの出たばかりのニューアルバムキャストから1曲聴いてお別れしたいと思います。曲紹介お願いします。はい、はい、発売しましたキャストからリード曲でアンストッパブルです。今夜のショータイムゲストはカトゥーンから中丸雄一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。